ジャック・ペランはフランス・パリ出身の俳優、映画制作者。フランス・イタリアで活躍する、単成な顔立ちと繊細な演技で知られる俳優である。映画制作者としても高い評価を得ている。本名はジャック・アンドレ・シモネ。ペランは母方のせいである。祖父はコメディフランセーズの演出家。父は同劇団の舞台美術家、アレクサンドル・シモネ。母は 舞台女優。パリのフランス国立高等演劇学校で演技を学び優等で卒業。1957年、本名のジャック・シモネ名義で映画デビューした後、1960年にイタリアの映画監督、バレリオ・ズルリーニのカバンを持った女に出演、注目を浴びる。同じズルリーニ監督の家族日誌で、 マルチェロ・マストロヤンニの弟を演じ、世界的に知られた存在になる。1966年には、半人前の男とラブスカの2作品で、ベネツィア国際映画祭団優賞を受賞。ジャック・ドゥミ監督のロシュホールの恋人たちや、ボリス・ビアン原作の歌方の日々にも出演、確かな演技力と、美青年ぶりからアイドル的人気を博す。27歳の時に、 映画スタジオを立ち上げ、初プロデュース作品となる、コスタガブラス監督の Z で1969年度アカデミー、外国語映画賞を受賞。その後も、積極的に映画制作を行い、改元でブラックホワイト・イン・カラーなど、政治的な作品の制作を手掛けた。その傍ら、ズルリーニ監督の遺作となった、タタール人の砂漠、アランドロン共演の、 復讐のビッグガン、サロメの季節などに出演するが、はかなげな雰囲気と幼さの残る風貌のためか、青年から大人の男に出しきれないという感が拭えなかった。しかし、1989年のニューシネマ・パラダイスで成長したトト役を演じ、改めて存在感を示した。1995年には映画誕生100周年を記念したデュミエールの子供たちを制作。 ドキュメンタリー手法を用いた作品も発表し、1996年にはミクロコスモスでセザール賞プロデューサー賞を受賞、2002年には渡り鳥でアカデミー賞ドキュメンタリー長編部門にノミネートされた。近年はプロデューサーとしての活躍が多いが、映画出演とともに80年代半ばからはテレビドラマにも出演しているほか、パリで多くの舞台にも立っている。 私生活では三次の父で、長男のマチュー・シモネは、写真家で、俳優、脚本も書き、監督作品もある。次男のマクサン・スペランは、フランス映画、コーラスに、三男のランス・ロペランは、オーシャンズに出演している。姉は、女優のエヴァ・シモネ。音楽家で、映画監督のクリストフ・バラティエは、エヴァの息子で、ジャックの甥いにあたる。家なき小希望の歌声。 ありがとうございます。